はい、どうも関つばでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は高速バスの話なんですけども、それはね、ヴィラーエクスプレスでね、取材に答えたんでしょうね。それでスマホ禁止、夜行バスでね、スマホご遠慮くださいってやっぱ明るいから言われるじゃないですか。それのね、やっぱ禁止はイコール死を意味するっていうね、ちょっとね衝撃的なタイトルだったので、これちょっとね気になったので話してみたいと思いました。もはや死ですって。結局ね、今スマホをバンバン使うから、夜行バスでもねスマホ使えない、やっぱりこうブルーライトの光出るからね、消してくださいって、他のお客様の迷惑になるからとかってね、まあ一般的じゃないですかそれ。でもね、やっぱそう言われるとね、やっぱりそれがね苦痛でしょうがない、死を意味する、こんな大げさなって思うけどね。でもこれはね、やっぱ今すごいスマホ、まあほんと使うからね、みんなね。だからね、それ言われることすらもね苦痛だなっていうことなんでしょうね。それの対策ですね、それをね話していきたいと思います。僕の動画ではね、日々こうやってバスのこと、車のことなど、まあちょっとこれはあれだなっていう、僕なりにね気づいたことね配信しています。興味がある方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。各種 SNS もやっております。よろしくです。はい、そのね書いてあった記事をね読みますね。はーい。はーい、こちらになります。移動中のスマホご遠慮をもはや死と同じ、変化した夜行バスの車内っていうことですね。乗り物ニュースさんの記事でね、ヤフーニュースですね、これね、から引用しました。ますます重視する個室感ということでね、これヴィラーですね。これはね、ご存知かと思います。結構走ってんの見るでしょ、このピンクバスね、エアロエースですね。ヴィラーが高速バス、ヴィラーエクスプレスで夜行向けの新シート、ドームを搭載した便を10月6日から運行します。まもなくですね、この新シート、3列シート全26席、すべてが硬いシェルで覆われており、リクライングしても後ろに座席が倒れることがなく、他の人に気兼ねすることがないのが特徴です。すごいね。26席ったら本当に広いね。さらに座席にはベビーカーのホロのようなカノピーが設けられており、これを下ろせば胸のあたりまで完全に遮蔽されます。この装置をして圧倒的な個室感、隠れ家のようなプライベート空間などと歌われています。カノピーはヴィラーの4列シートとしては最もスタンダードだったリラックス以来のもの。当初はプライベート空間もさることながら、寝顔を隠せるなどと歌われていました。その改良版として2023年に登場したプライムはカノピーを大型化し、内部にスマートフォンフォルダーを設置。暗い車内でも周りの人に気兼ねせずスマホを使いやすくしたもので、これが今回の新シートドームにも採用されました。こうしたカノピーを搭載したシートの車両ではもう一つの特徴があります。それは車内の完全消灯を行わないことです。これですね、本当に深夜帯を走る夜行バスは基本的に寝る場所であるため、車内を完全に消灯するのが一般的と、こういうの本当多いでしょみんなね、もちろん光が漏れるスマホの利用には配慮が求められます。しかしヴィラーのカノピー付き車両では完全消灯ではなく青色の間接照明を用いますと。これはスマホの光が目立たず、なおかつ寝たい人にも邪魔にならないという理由です。完全消灯でスマホの利用にご配慮をと言っても乗務員は注意しきれません。そりゃそうだよね、あれもこれって本当にねもう聞きがないからね、あとなんか言われる可能性もあるしね、うるせえとかね、運転手がね注意するのって、ね、結構ね大変なんですよ。もはやスマホを使うなというのは製造権を奪われることに近いと言っても過言ではないと思います。映像権を奪われることに近いと言って、すごいね、そこまでかよって思うけどね、本当にそうなんですよ今はね。であれば気兼ねなくお使いいただける環境を作る方が差別化につながるはず。ヴィラーエクスプレスの統括運行管理センター長三浦さんはこう話します。完全消灯イコール怖い、寝る以外にすることない。すごいね、ねえ、まあそれはそうなんだけどね、まあ、寝るものだからね、寝る以外にすることないって、スマホポチポチ読んでも睡眠不足になるんだよ、本当はね。すげえ疲れると思うんだけど、まあまあ、それもまだ時代なのかなっていうことですよ。こいつはね、あれだね、既存の3列シート、リボーンだね。リボーン。リボーンはこういう感じ。広いよね、これね。これまあ、高級仕様のやつだからね。通路はここにしかないんだよね、もうね。あとここ通れないからね。なんか、グランクラスみたいなね、新幹線の。それよりちょっと狭いくらい。いいよね、これね。プライムや今回のドームは、価格的にも若者向けです。コロナを経て、車内でのスマホの利用はさらに増えていると言います。そうだよね、みんなね、ほんとスマホポチポチだからね、どこでも過去でもね。加えて、
女性客の多いフィラーではそもそも完全に消灯された車内が怖いという意見も根強いそう、まあね、女性は本当にね、あの密閉空間では、まあ、変なやついる可能性もあるっていうことを考えるとやっぱり怖いかもね。真っ暗いよね、痴漢とかするやつ一定数いるからね、まあそれはどこにでもいるんだけどね。一方ドームと同じくシェル付きの3列シートを採用し、より座席数が少ない高級ラインに位置付けられているリボーンにはカノピーがありません。ないね、うん、カノピー、うん、はい、カノピーっていうのはね、こういうものです。これこういうもの、これドームだけどね、うん、これがねカノピーなんですよ。ドームね、なかなかでしょこれ、3列シートいいでしょこれね、こういう感じ、うん、こんな感じでございます。東京名古屋で6900からね、期間限定4900、安いね、うん、まあこういう感じでございます。カノピーね、はいはい、ないじゃないですかね。はい、当初完全消灯を行わなかったところ、やはり寝られないという意見から完全消灯に切り替えたのだとか、今は座席のタイプに応じて完全消灯を行う車両と行わない車両があるそうです。まあね、切っ替えたんだねリボンはね、うん、最初はねあれだったんだね、完全消灯行わなかったのね。2017年にリボンが登場した当時は眠りを追求したシートとして紹介されていましたが、プライムやドームではスマホを気兼ねなく使えることが強く押し出されていますと、うん、確かにね、座席がパーティションで仕切られた個室タイプのバスであれば最もそのニーズに応えられそうですが、今そういう高級バス多いからね、多いっつってもまああれだけど、まあそれはね、ほんの一握りの高速バスしかありませんってことね。その通りなんだけど、夜行の移動手段は寝ながらにして目的地へ早朝に到着でき、現地で時間を有効に使えることが最大のメリットと言われていますと。ただ移動中に寝るしかないというのはもしかすると時代に合わなくなってきているのかもしれません、うん、さっき僕が言ったことですよね、まあ、そういう時代なんだもんね今ね、スマホポチポチ全盛期時代だからね。はい、コメントね、まあ3つ抜粋しました、うん、僕がちょっとこれあれだなと思ったことなんですけどね、うん、いいコメントね。コメント1ね、完全消灯は寝るにはいいのだけど、真っ暗な車内でトイレに行くときに通路を歩くのは結構大変だったりする。なるほどね、そうだよね、暗い中を座席の手すりにつかまりながら通路を歩いていくと、通路に足が投げ出されているのに気づかなくて足をぶつけたときには気まずい思いもすると。狭いからね車内ね、車内のトイレはなるべく使わないでサービスエリアでの休憩の時にトイレに行くようにしているけど、トイレのついている夜行バスだと開放休憩が1回しかない路線もあるので、その場合は暗い車内をトイレまで歩くしかないと。これはなんか確かにね、疲れるってことだね、はい、納得ですよ。多くの人がまだ思ってることだと思いますよ。コメント2、深夜バスは使っていましたが正直覚醒までかなと思う。うちの妻もね本当にそういう風に言います。慣れの問題かもしれないが、と言っても慣れるくらい年に何回も乗らないけど、確かに熟睡できないから年を取ると行きで使えば疲労で楽しめないし、帰りで使っても1日くらいゆっくりしないと仕事に向けて疲れが取れない。かといって最近の個室やらスペースやらにこだわると安さが魅力なのに新幹線との差が埋まってくる。せっかく稼いでるんだから早さと快適さを取った方が現地も楽しめると思うようになってしまったと。まあね、高速バスの魅力だからね、うん、新幹線より早く着くっていうのは結局ね、もう夜中11時を後半とかね、12時くらいに出て行って朝方着くって5時6時とかね、そういうもう本当夜中走るものだから、うん、まあ新幹線とか飛行距離は早いんだよね、着くのはね。で、あの1日はかなり過ごせるっていう。で、まあ夜帰ってもいいし、次の日帰っても何でもいいんだけど、まあとにかく初日はかなりね、時間取れるっていうことで、僕もね、結構使ってたんだけど、まあ、あれだよね、確かに睡眠不足なんで寝つけないんだよね。結局疲れるんだよね。ああ、だりーってこう、なんかわかるんだよ。確かに疲れるんだよ。かといってね、ほら、個室のバスとかね、こういうのを新幹線の様が埋まって、下手するとね、ドリームスリーパーとか、あとはマイフローラかな、あれあたりはもう新幹線より高いくらいの勢いだからね。となると、どうなのっていうのも、まあ、快適なんだろうけどね。だとしても、うちの妻はね、まあ、妻に限らず、そのくらいのハイクオリティでも、やっぱバスはバス、車は車だってことで、やっぱりね、あの新幹線とか飛行機に比べると、嫌だっては言いますね。そんな高い金払って、あの寝れなくて、ちょっと不快な思いするんだったら、ちょっと嫌だなって。ほら、中高バスだったらね、あのレベルだったら最高。だから、中高バスであのレベルでちょうどいいって言ってるんだから。あの普通の4列はもう微妙だって言ってるから、よっぽどバス嫌い、兼バスなんだね。困ったもんだ、本当にね。でもね、そういう意見もね、多いんだろうね。うん。どう思います?コメント3。つい先日、子供たちを連れてディズニーに行くのに夜行バスを利用しました。昔はよく夜行バスでスキーに行ったものですが、本当に久しぶりの利用でした。こういった超リクライニングの寝台バスにしようか悩みましたが、トイレが近いので、トイレ付きの普通の夜行バスにしました。やっぱりトイレがあると安心できます。運転手さんも、体調が悪くなったらいつでもお申し出くださいねとアナウンスしてくださり、またそれが一層安心感を与えてくれて、無事目的地まで到着できました。夜行バスはハードですが、リクライニング夜行バスにトイレがあったら最高ですねと。まあそういうのもバス会社によってはあるんですよ。うん、あるんだけど少ないよね。ミラーの場合はそういうの少ないですし。うん、だって、まるっきり後ろがトイレのやつもありますからね。それこそマイフローラとかそうじゃないの、あれ。ドリームスリッパとかね。うん、あれらは多分、すごい座席定員が11人とか12人くらいで、後ろにトイレもあって、高級バスだけどね。もう、後ろ全部がトイレだったりするからね。後ろ本来5列座席あるじゃないですか。あの、ほんと、真後ろ、バスのね。あそこが、まるっきりトイレってとこもあるんですよ。まあ、エンジンがあるところなんだけどね。うん、で、これね、大変だろうね、これね。子供たちを連れて夜行バスで行ったんだ、普通の。
いやいや結構大変っすよね。うん、まあまあそれ人それぞれだけど、これだとねやっぱり僕としては自家用車かな、子供いればね。やっぱりあと飛行機か新幹線になっちゃうのかな。夜行バスって子供っていうのはまあ少数派だと思いますけど、うん、トイレちけいや結構、まあ、子供もそこそこの年齢いってたのかな。小さくても夜行バス結構僕は今まであったかな、ああ数は少ないけどまあ見てはいましたね。いくつかはあったな、数えるくらいですよ。でも自分が運転しなくて、まあ、お客で乗った時はないね。子供、小さい子供連れてる夜行バス、東北急行とか JR 乗ってるけど、ミラーとか乗ってるけど、夜行で小さい子供いなかったね。だからこれすごいねこの人ね。まあでも子供がそこそこ大きかったのかなって思いますけどね、ということでした。それではね僕のまとめをちょっとね話したいと思います。変わりますね。はい、いかがでしたでしょうか。さまざまな意見ありましたね。まあ、僕もねこれはね、まあ、バス会社的にはねいいんじゃないかななんて思いました。まあ、こういったね、まあ、お客様にねやっぱり快適に乗っていただくっていうものですからね、やっぱりね、まあ、ウィラーエクスプレスもいろいろね斬新なことをやる会社なのでね、僕はねこれはまあ個人的にはいいと思いましたね。まあスマホこう見る感じで、ね、見てもまあそれも現代的ですからね、やっぱりね今現在みんなそういう人多いですからね。まあその一方でスマホ依存っていう言葉もある通りね、まあ、時代かもしれないけどね、やっぱりスマホ依存にね拍車がかかるような気もしたけどね。でもまあしょうがないんでしょうね。僕もまあ寝る前とか、まあ、高速バスでこうバンバンバンとかってね、やっぱ迷惑かけるからねやらないけど、まあそれに対策してやるんであればね、やっぱりこういう風になってるっていうカノピー、うん、いいのかななんて思いましたけどね。やっぱりこういうサービスはいいんじゃないかななんて思いました。うん、まあトイレとかもねやっぱりトイレ付きは安心便利だけど、やっぱその都度ねサービスエリアにやっぱりね開放するっていうのは、うん、やっぱエコノミー症候群はそうはならないけど、でもこう体あーってこうね背伸びしてやる分には、うん、やっぱいいっすよね。運転手でこういう仕事やってる時もこういう風にやりましたからね。まあ運転手さん的にもいいけど、お客さんもこうやって、ね、動かすといいっすよ。だからやっぱりサービスエリアにね泊まるっつのはいいのかなって思いますよ。うん、まあ、トイレねあれねちょっとね運転手的にはねいろいろねあるんだよね。あの話この間したけどね、まあいろいろあれもね暑くても寒くてもね大変なんだよね。うん、この話をするとまだ長くなるので、まあまた話してもいいかな、それはね別の機会でと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね高速バスのウィラーエクスプレスでねスマホを禁止控えるイコール死っていうね衝撃的なタイトルの記事をね読んでみました。僕の動画ではね日々こうやってバスのこと車のことなどね配信しております。各種 SNS もやっております。 Twitter、TikTok、Instagram、 あとは YouTube のショート動画、サブチャンネルなんてもやっておりますので、興味がある方はねぜひともお任せしますので、チャンネル登録などねフォローとかよろしくお願いいたします。はい、それではね関ツアーチャンネルでございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。